皆さんこんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の草子新聞社会人サークルを始めていきたいと思います草子新聞購読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきましてここに記載されている第一条から第一条の文言を読み飛ばすことなく一語一句すべてお読みください 一期いく全て承諾でできききた方のののみここ動画の続きを見ることができますどこか1か所でも承諾できないという方はこの動画の続きを見ることはできませんのでここで動画を切ってくださいそれでは行きましょう LINE に登録してくださいねそしてこの動画の感想をお寄せください登録しただけだと何も返事をしません ステッカーを販売しております大変好評で、えー、たくさん売れてます1枚600円です令和2年1月2日木曜日草コイン新聞 FX 中野研究会皆さん明けましておめでとうございます、えー、昨日もね本日も千葉県松戸市は快晴ですね昨日はね暖かかった かかったんですけど今日は寒くて朝ねねマイナス2度でした、ねはい、まあ、朝からね夜まで毎日忙しいんでね僕もね朝5時から起きてますけどねあのー、まあ初日の出もねえー、っと YouTuber の方がね長野県の富士見町からですね初日の出のライブをやっていただきましてそこでね見ることができてねなんとも嬉しい限りでした。 昨日はね、お雑煮作ったり、寄せ地料理を食べたりですね、本当に楽しい一日を過ごして、えー、あとはね、アマゾンプライムだけじゃなくて、ネットフリックスもね、契約しましたんで、昨年ね。それで映画三味の一、えー、日をね、過ごさせていただきました。本当に楽しかったですね、昨日の正月はね。あと、年末にですね、えー、FX のドル FX の方ですね、 あの年末ね、理学、自動理学になってしまいまして、えーまあ、相当な金額のですね、まあえー、YouTube ライブでねあ、お見せしてた金額、以外にね、僕の方で、あの裏でも、まあ、相当な大きな金額でやってましてね、えー、そっちの方も、まあ、一緒に理学しました。で、まあ、数百万というですね、あの金額、まあ、数百万なのか分からないですけどね、それはあの皆さんにお伝えしないですが、 金額を年末利確することができましたんでね、あのー、それはお年玉としてあげました。まあ、良かったなと思います。はい。で、今日はですね、何をやるかというと、こちらですね、本日のお題、え3つあるんですが、1つ目は、なんと、9、2日ですね、箱根駅伝往路ですね、私の出身大学、明治大学が、 なんと、5位に入賞イエーイパチ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 ということでね、やっぱり明治大学すごいね。えー、G マーチの中でもですね、やっぱり明治、まあ G は学習院ですけど、まあ学習院はまあちょっとほっといていくとして、まあマーチですね、明治、あの、大学のマーチの中で一番前に来るのが M ですからね。で、<coughs> まあ上からも下からも人気があるのが、 明治大学なんで、日本最高峰の大学は今明治大学ですからね。なかなか、今の入学しづらいというふうに言われてますが、まあ、僕の頃はね、まだまだ簡単だったんで、明治大学入ってありましたが、入ってからがね、大変でしたね。すごい難しくて、4年で卒業できるかどうか、不安で不安で、本当に不安なあの日々をね、過ごしてましたね。 はい。まあ、ほんで3年間で卒業単位取れたんですけどね。いやー、本当と1年生、2年生、3年生も不安でしょうがなかったですね、毎日ね。授業は全部出ましたからね。1日も休んじゃないんですよ。1日休んだらもう、1日でも休んだらもう分かんなくなっちゃうからね。本当に大変でした。で、往路優勝5位で、まあ、明日、袋路ですね。箱根から大手町に帰ってくるんですけども、明日はまあ、見事優勝と。 いいうことでございましてまあさすが明治大学かなともう早稲田なんかもう眼中にないよっていう感じでしたね今日の走りはね、まあ、あとはちょっと青山学院大学うざいなということで青学を早く、まあ、を落とすということでございますねもう、まあ、なんて言ったって大王明治ですからねその謎を我らが母校ですからねはい本当に先ほどはですね明治大学の校歌を、えー、10回も20回も聞いておりました こちらのですね、えー、こっちですね、明治大学校歌と入れますとね、グーグルでね、明治校歌と入れますと、まあ、出てきますからね、明治大学がね。だから、まあいろ,んないろんな明治大学の校歌が YouTube 上でありますからね、<coughs> YouTube にありますね。 YouTube を開いていただいて,て明治大学校歌と入れると <laughs> そしてですね検索していただいて、まあ、上から2番目の、まあ、上でもいいですけど、まあ、勝手に名曲アルバム明治大学校バージョン2と、まあ、この辺とかあのやると非常にねあの素晴らしいオーケストラです、ね、で,ですねあの曲を聴くこともできますし明治大学の 創立からのですね、えー、歴史を振り返ることもできます。あとは、総理大臣も出てますしね、二人もね、えー、ミキ木シ相と、あともう一人ね、社会党のね、その他、まあ、芸能人、音楽家なんかもね、たくさん輩出してまして、さすがはね、明治大学かなと思いますし、まあもちろんね、あの、有名 YouTuber、まあ、誰だかは知りませんけれども、 まあこれからね、今年は有名 YouTuber になっていこうかなと思,思ってますのでね、えー、ぜひとも今年も応援よろしくお願いいたします。本当に明治大学今日よかったなと思いまして、まあお正月早そ々うそうね、あのー、気分が晴れ渡ってですね、まあ昨年末は、あの、まあ、数百万、ちょっとわからないですけどね、金額わからないですけど、お金もがっぽり稼ぎましたしまあ、まあそんだけでがっぽりって言うのかよと。ね、1億2億じゃねえのかよと。 まあ言われる方もありますけれども、まあね、昨年はちょっと、あの、社会人サークルの方でみんなとやってたのでね、その金額になりました。あと、今日はですね、昨年の反省と今年の抱負を述べていきたいと思います。でですね、<coughs> まずはウェブの方でですね、えっと、ドル円のチャートを見たいんですけれども、あれ <coughs> ドル円チャートですね。今、あれやってないんですよね。あっちがね。ちょっと待ってくださいね。DMMFX の方を、ちょっと開いてみたいと思います。XM がね、<laughs> 海外交ース XM がですね、えー、夜8時ぐらいからの取引なんですよね、今日ね。 で、DMM、国内講座 DMM の方もやってますので、えー、こっちのデモ講座を、えー、開きます、えー。そうしますとですね、これドル円ですけれども、えー、ちょっとあれですね、ドル円15分足ですけれども、えっと、 上がってきてますね、年末に比べたらね。で、今、108.731円ですから、えっと、一番下だとですね、108.477いったんですよね。だから30ピップスぐらいあの上がってきちゃってるんですよね。で、これはなぜかっていうと、この <laughs> 年末、私がまあライブやってた時に、ボコボコって上がったんですよね。で、これはなぜかっていうと、 あのトランプ大統領がねあの中国訪問するっていうあの情報が流れたんですよね。まあひょっとしたらトランプ大統領の直接の <laughs> といった発言だったかもしれませんけれども、それで、えー、アメリカと中国のね貿易交渉がやっぱりまとまるんじゃないかなっていう、えーまあ、前向きなファンダメンタルで、まあ、上,が上がって、今も上がってるってことですね。なので まあひょっとしたらですね、これまた戻っていっちゃうのかなと。ここまで戻んのかになって、あの、109円70銭までね。また戻っちゃうのかっていう不安も少しあるってことですね。で、噂ではなんかインドの、インドの取引所で111円までいったっていうね、ガサネタが流れてましたけど、それは完全に嘘でしたね。で、まあ、今回の、そうですね、ドル円、今ドル円なんですけどね。 まあこう円104円50銭のところで、えー、いつも折り返し地点なんですよね。こうなってて、で、またこうなるということですよね。それで、去年の1月3日のフラッシュクラッシュはこれですね。104円50銭とかで、こうやってね。で、一旦落ちてまたなると。で、物事っていうのは全て円を描いて、サイン、コサインカーブで、 動いてますから、綺麗なサイン・コサインカイブですね、これもね。ほんで、今回もこうなるだろうと言われてまして、で、真ん中のところでね、あの人為的操作が入って、えー、自然中力が弱くなるんですよね。それで落っこちるんだけど、また自然中力でね、こう戻すと。人間の,あの病気と一緒ですよ。医者っていうのは病気は治せないんですよ。人間の病気は治せないんです。人間の病気は自然中力が治すんです。 はい。人間は力、生命力が治すんですよ。で、薬は何なのかっったら、薬はただの痛み止めとか、睡眠薬ですからね。はい。あの、手術はって言ったら、悪いとこ取るだけで、悪いとこは、ま、どっから出てきたのって言ったら、それ出てきますから、取ったところでね。だから医者は病気は治せないんですよ。で、これ、あの、FX も、人間は、基本的には FX で稼ぐことはできないようになってるんだよね、本当はね。で、それはどうやって稼ぐかって話ですね。それで、 前回のですね、円なんですけど、ちょうどこう真ん中に来た時に落ちるんですよね。で、今回はじゃあ真ん中なのかとこれがね、真ん中なのかっていうと、真ん中この辺なんですよね。ここ,こから半径を取るとね。そうすると、あとまあ、2週、3週ぐらい必要なんですよね。3週間。だから、1月の、 えっと、まあ、第3週ぐらいですね。3週目ぐらいで、まあ、落ちていくかなと、フラッシュクラッシュあるか分からないですけどね。まあ、少なくても明日、明後日はもうないなと。また上がっていっちゃうんじゃないかなと。<laughs> 一応、中野研究会では見込みましたので、まあ、えー、まあ、早めのね、まあ、理確をお願いしました。 でなぜかというと、また上がると思います、これは。ここまで来ちゃってるので、またこうやって上がって、えー、109円70銭、109円アバよって言ったんですけど、また来て、また落ちると。これもそうですからね。こうやって109円70銭行って落ちて、レンジを組んで、また100円70銭来て、レンジを組んで落ちてこの、この繰り返しですから、これパルスのね。 なので、またここでロング入れて10円70、109円70銭いったら、また決済して、またショート入れると。それでいいと思いますよ。まあ、非常に簡単ですね。それがまあできるかどうかが、人生変わってくると思いますね。はい、それで <coughs>、今日は FX の話なんですけども、結局ですね、まあ、いつも言ってるんですが、あの、 FX、まあ、株もそうなんですけどもね、あの皆さんですねあの、FX 始めようと、株を始めようっていうときに、テクニカルチャート分析とか、ファンダメンタル分析、まあ、ここを一生懸命勉強するんですよ。ねまあ、もちろんあの、買い方、売り方の勉強もしますけども、まあ、テクニカルチャート分析って何かとまあダウリロンとかね、あのゴールデンクロスとかね、 えっと勉強しますよねあと、ファンダメンタル分析して、その経済指標発表とかいろんなものを勉強しますよね。でこれ、一生懸命勉強して、これさえわかれば <coughs> うまくいくんだっていうのは、これ間違いでね、これ5%ぐらいしかないんですよ。うん、で <coughs>、その下に、<coughs> 皆さん、あの他の FX 系 YouTuber の人は、 資金管理が重要だ、資金管理が重要だって言ってるんだけど、資金管理って一体何なのっていっぱいあるよってことなんですよね。で、資金管理って、まあ、言ってる、資金管理重要だって言ってる人はまだまだ甘くて、青,青,い青なんですよう。あの、もうか点がくっついてるんだよね、お尻にね。そうじゃなくて、期待値計算のことなんですよ。期待値計算っていうのは、勝率と損益率と 損失許容率の3つからあの弾き出される <coughs> <coughs> 計算結果で、期待値計算っていうのをやらなくちゃいけないんです。これはバラサラの破産確率表から導かれ得るものであって、非常に奥が深いんですよね。でじゃあ、期待値計算さえできれば FX 勝てるのかって言そうでもないんですよね。これも15%ぐらいしかないんですよ。期待値計算っていうのは。ね で、まあもちろんこれもできなくちゃいけないし、これもできなくちゃいけないんだけど、一番できなくちゃいけないのはこれ80%をしてみてるやつなんですよ、これ FX ね。株もそうなんですけど、これ何かしたら、心なんですよ。心理学なんですよね。で、主にこの2つのプロスペクト理論、行動心理学とサンクコスト効果の2つがあって、これを自分自身が制御していかないといけないんですよ。自分の心を制御していかないといけないんですね。 そうしないと勝てないんだけど、これは絶対に制御できないんですよ。もう生まれつきのものだから、人間のね。本能だから、生きる本能だから、これを逆の方にやらないと、FX では勝てないと言われてましてね。それをやるにはどうしたらいいかって言ったら、もうプログラムあの、人間がやってたら絶対勝てないんですよ。だから、プログラミングにやらせるしかなくて、 ゴールドマン・サックスとか JP モルガンとかねモルガン・サンレーとかあとは他の投資銀行っていうのはもう随分前からあのプログラミングを組んでスーパーコンピューターやらしてんですよねだから人間のう裏をつく行動に出るからだから我々 <laughs> 勝てないんですよだから同じことやればいいんですよゴールドマン・サックスとねヘッジファンドと同じことやればいいんだけどもまあ普通の人はやらないですよね投資家って 投資家っていうのはプログラ、ほとんどの人はプログラミングができないですから、で、じゃあプログラミングできる人はって言ったら、FX やっただけじゃなくて分かんないからね。はい。それで、じゃあこのね、まずプロスペクト理論とサンクコスト効果って何かと、まあ、期待値計算何かっていうのは、もう動画で、今まで動画で話してるからね、この,の YouTube 動画の動画解説欄に。 参考動画として載せているので見ていただければと思います。で、ここにですね、トレーダーズブートキャンプさんの,あのブログがあるんですけどもね、ここに <laughs> FX には心理学が重要、行動、投資心理学への理解と使い方っていうのが載っててですね、これちょっと読ませてもらおうかなと思うんですけども、 えっと、このスペプロスペクト理論ってあるんだよね。で、プロスペクト理論とは人間は損失を本能的に嫌うものであるということです。え <laughs> 簡単に説明するとあなたに無条件で1万円をあげます。さっきあげた1万円を返してください。これによって生じる心理的痛みが2の,2の時の方が大きいということですと。<laughs> まあ1万円をあげるよりもさっきあげた1万円返してくれっていう方がなんかね、なんでだよってなるじゃないですか。いやいやいや、 あさっきあげたもんで最初からなかったもんだから返してもらってもいいじゃんってなるんだけど、まあ、逆上するわけだよね <coughs> まあこういうことでまあ他にも例えばいっぱいあると思いますけどね要するに1万円をもらった時の喜びとその1000円を返す時の苦痛は同等では、まあ、その時1万円だよねこれね1000円なんです1000円になっちゃってるの同等ではないということです1万円の実質的価値は 同じでも、得るときよりも失うときの方が人間は苦痛に感じるので、これがプロスペクト理論ですということですね。はい、だから、<coughs> あの、利益をね、取るときはね、早く、早く理覚しちゃうんだよね、人間というのはね。うん。はい、この理解、えー、これを理解していると、あの現象の説明がつきます。チキンリグイと塩漬け。これはプロスペクト理論の典型的なパターンです。 利益を早く確定し、損失はいつまで経っても受け入れたくないという心理が働いていますと。だからね、<laughs> 利益が出ると、本当はそれをずっと伸ばしていかないといけないんですよね。ガチ干して、どこまでも利益を伸ばしていかないといけないんだけど、この利益が、まあ、失ってねあの、逆行してしまってね、チャートが。そして利益がなくなるの嫌だと思って、少しでも利益が出るとすぐ利確しちゃうでしょ、人間って。 その逆に、あのー、含み損が出ると、いや、どうせ戻るから、どうせ戻るからって言ってですね、いつまでも損切りしないんですよ。で、そのままにしてると、100ピープスも200ピープスも逆行してしまって、もう取り返しもつかない大損になるわけですね。で、含み存は損は、確定しなければ損じゃないっていうね、妄信をしてる人がいまして、だ,だから、あのー、コツコツドカンになっちゃうんですよね。 でこれは人間としては正しい行動ですが、これはだから人間としては、えー、人間生きていく上でですね、あの本能として備わってるわけですよ。これが備わってないと死んじゃうから、プロスペクト理論が備わってないと死んじゃうからね。だから人間は命を守るためにプロスペクト理論っていう行動心理学がもともと備わってるんだけども、だからその備わってるものを逆に行かないといけないから、そもそも無理なんですよね。はい。 ビルの高いとこから飛び降りるとき、飛び降りるときに怖くて足がすくんで、えー、飛び降りられないと。これは命を守る行動ですよね。その人間本能だから。でもそこ飛び降りちゃう。ね。飛び降りちゃう人がいる。だからこのプロスペクト理論ができる人っていうのはそもそも生きていないわけですよね。当の昔に死んじゃってるわけなんですよ。だから、FX で勝てる人はあもう当に死んでるからいない。 FX で買ってる人いないってことなんです、ね、これは人間としては正しい行動ですがトレードで勝ち続けるためにはそれをぶち壊す必要がありますそれをプロスペクト理論で理解しておくことにより壊しやすくしてあげることができますどうやって壊すかはもうほとんど無理ですね若いうちだったらできるかもしれないですけどもあの10年以降になると難しいですね このことを分かっていながら改善できないのもまたプロスペクト理論であるということを理解しておきましょうということでプロスペクト理論をぶち破るためには基本的には悟りを開くしかありませんマインドフルネスですね次にサンクコスト効果投資心理学 <coughs> サンクコスト効果とは頑張って貯めた100万円と宝くじで当たった100万円では金額は同じでもそれに対する感情が変わるという心理学ですね まあ頑張って貯めた100万円っていうのは重みがあるよね。宝くじで当たった100万円っていうのはぶく銭だからなんか使っちゃえみたいな一晩で使っちゃう人もいますよね。同じ100万円でも前者の頑張って貯めた方は尊く感じ、後者の方は何も考えず使ってしまうという現象です。3コスト効果を知っているとあの現象の説明がつきます。コツコツ同感ですね。頑張って積み上げてきた利益を一度の損失で大きく減らしてしまいます。これは頑張って貯めたから こそその損失が受けけけられなくなくりドカンとと負ててしししままううでですす塩漬をんね頑張って貯めた100万円でも宝くじで当たった100万円でも価値は同じ100万円です。どちらも変わらないためあくまでお金を手段でありお金が目的にならないようにしましょうということですねはい強いメンタル作りなんですけど基本的にはもう無理ですね基本的には何年やっても えーえー、無理なんですよ。あ、ここいけるかなと思ったら大きく張ってしまってね、逆行して全部なくなってコツコツとカンいったりですね、<laughs> 先ほどのプロスペクト理論でちょっと利益が出るとすぐに利確っていうね、スキャルピングをやってしまうと、そして損失が出た時にはもうずっとあのポジションを持ったまままたにお金入金して新しいポジションを取ると、まあ、そういうことの繰り返しの人も多いと思いますよ。まあ、それがあるからちょっと無理かなと。 いうことになってまして、まあ、私、中野研究会といたしましてはね、まあ、この、まあ、いわゆる80%のプロスペクト理論も産業コスト効果も心理学なんですよねで。期待値計算も、これ計算で出るんだけど、この計算結果をそのまま投資に当てはめるかどうかも心理学なんですよ。その場の雰囲気で決めるから、だたい。で、テクニカルチャート分析もファンダメンタル分析も心理学なんだ、これね。 で、その分析した結果、自分はどう思うか、買いなのか売りなのか、ステイなのかっていうのも心理学なんですよ。すべては心理学なんですよ。FX っていうのはね。<laughs> それで、<laughs> 1>, 1番、FX は感情が100%影響するんですよ。心理学だからね。だから何年やっても上達しない人は上達しません。2番、人間には一瞬先の未来は誰にもわからないのだから、 ココツドカンを対策することはもう不可能ですね、不可能です。だって、心理学、まああの、悟りを開いてね、ヨガで悟りを開いて、マインドフルネスになってですね、えー、プロスペクト理論とサンクコスト効果を克服したとしても、投資してるときにねあの、トランプ大統領のツイッター発言で、いかようにも逆行するからね、爆上げ、爆下げしますから。 コツコツ稼いで、もうドカーンってやられるんですよ。いつ、まあ、あの雇用統計みたいな発表がれるか分かんないからね、ツイッターは。あとは北朝鮮がミサイル発射するかもしれないし。だからね、基本は不可能です。もう不可能です、FX で稼ぐのはね。で、3、人間は24時間チャートを見てることはできません。4、感情がなく。 24時間働くことができるプログラムに FX をやらさない限り先に進むことはできないということで、まあ、昨年までの反省としましてはですね、えーまあ、<coughs> FX いろんな分析をしてですね、えー、こういうまあ心理学を克服しようとか期待値計算を細かくやったりです、ね、テクニカルチャート分析ファンダメンタル分析を細かくやったりずっと研究をしてきましたけれども社会人サークルの皆さんでね研究してきましたけれども 結局、理論とか理屈、細かい数値計算は全部出てるんだけど、やっぱりそれを人間が、ま、あの、マニュアルでね、やることは無理だと。まあ、いわゆる車のですね、マニュアル車ですよね。なので、オートマティック車にしないとダメだということですね。で、そこをやらなかったのが反省点ですね。ということでは、今年からはどうするかと言いますと、<coughs> 2020年、中野研究会では、 世界最高級の FX 自動売買ツール。まあこれをね、EA って言ってまして、エキスパートアドバイザーって言うんですよね。まあ一般的にはね、まあ自動売買ツールでいいですよ。まあ自動売買ソフトのことですね。えー、元三菱電機次世代大規模ビルセキュリティ開発プログラマーエンジニアが、えー、三菱電機同等以上の品質基準で開発をいたしますということ。これ僕のことだね。 で、僕、私はですね、その後三菱商事に出向して商社マンで世界中販売して、自分で作った指紋照合装置を世界中と国内で、世界中に販売していました。まあ国内はね、主に霞が関ですね。あの、法務省とかね、その頃大蔵省だったね、まだね。大蔵省。法務省。警察庁も行きましたね。うん。あと、どこどこ県警とかもね、もういっぱい売りましたね。 うんまあ、その他民間企業もたくさんおりましたよ。あとは経済産業省コンサルタントも、これは独立してからやりましたね。経済産業省。霞が関の本庁と別館のセキュリティ対策とテロ対策ですね。や,やってました。が、えー、三菱電機同等以上の品質基準で開発をいたします。まあ、三菱電機品質基準っての知ってるからね、僕はね、はい。開発やってましたからね。はい。それで2020年は、えー、こうですね。 はい。リーマンショック級の世界大恐慌が起こるらしいということで、なんかそろそろ起こるということですね。あの、森永さんの話によると、YouTube ですね。はい。で、2番、えー、東京オリンピック後の不景気でリストラに会うか可能性もありますと、まあ。去年、あの、去年ですね、2019年が、えーまあ、大企業を中心にですね、リーマンショックの年と同じ人数のリストラをしたらしいですよ。 今年はもっとすするんじゃないですかで3番、給料はますます削減されるかもしれませんね、まあ。景気悪くなるからね。はい、それで去年ね、大企業はあの高決算、まあ、高決算に沸いたっていうんですけど、それはリストラをしたからね、給料払わなくてよくなったから利益が増えただけであって、あのリストラしなければ景気は悪いですよね、やっぱりね。 で4、老後2000万円の資金をどうやって作るのかっていう問題もそろそろ解決しないといけないですよね。で5、中高年の再就職、独立、えー、転職、独立は FX が最も優れていますと。まあ、僕はね、前からこう言ってます。はい。 それでですね、まあ、いろいろ不安なことは私もいろいろありますけども、FX、これ FX のこと言ってるんですけどもね、FX は自己資金はわずか1万円で OK です。まあ、5000円でもいいですよ。まあゼロ、0円でもいいですよ。あの海外 FXXM だったら、最初にプレゼントで3000円入ってますからね。まあ、それで、でまあ、1億円、10億円にしてもいいですよ。で、2、年齢、性別、学歴、職歴犯罪歴、不問ですと。 あのそういえば中野研究会、今までにですね、えーまあ、刑務所入って出てきました、先生って、お金がない、まあ、働き先、働く先がないので、先生、助けてくださいっていう人刑務所入ってね、あの2年とか3年入って出てきて、先生、助けてくださいっていう人が、今まで2名相談来ましたね。もちろんその、その2人は、自らね、告白して、 えー、刑務所入ってましたって言ってくれました。で、その他ね、刑務所入ったと言,う言ってない人も含めたら <coughs>、まあ、10名ぐらいいたかな。なんかそん、それっぽい人もいっぱいいましたからね。見れず見れたりね、僕も怖いですけど、毎回ね。市民になって相談を受けます。受けんてきました。もちろんブラックリストに載ってても、ブラックリストに載ってても、別にあの FX 講座っていうのは作れますからね。国内はちょっとわかんないですけど、海外、 海外 FX 口座関係ないですからね、ブラックリスト載っててもね、犯罪者であっても、まあ、今執行猶予中でも関係ないですからね、うんまあ、国内はちょっと分かんないですね、できないかもしれないですね、国内口座はちょっと、うん。で、まあしゅ、まあ、犯罪歴、職歴、関係ないですからね、あと年齢、今大きいよね、転職とか <coughs>、するとね、年齢でちょっと厳しいかなとか言われたらうるせえ、お前みたいな感じだけどね。 あとさ、若い上司に爆扱いされません。人間の尊厳を守ります。ということで、まあ、あのー、今ね、えー、っと、まあ、東京でもですね、50歳なんだけどって言うとさ、じゃあまあ、正社員で雇うけど、まあ、ね、月収30万円で与えてくんないとか、え、30万円って、30万円って言うとさ、 手取りで25万か24万ぐらいだと思うんだよね。24万だったら、多分あの家賃払っていやいや、食費払ったら終わりだと思うんですよね。住宅ローン払って。で、大,大学生の、ね、子供が2人いるんだけど、そしたらこれ、食べていけないじゃないですか。大学生、子供2名ね。 で一生懸命働かなくちゃいけないですよね、30万じゃ。でやっぱり、50歳のお父さんだったら60万ぐらい必要だよね。最低ね、60万円。で、手取り45万ぐらい必要じゃないですか。で、こういうのをやっぱり探していかないといけないんだけど、なかなか厳しいですよね、50、60になるとね。<coughs> 44歳ぐらいまでだったらまだ60万っていう、60万、70万っていう仕事あるんですけど、 管理職とかね、まあ、エキスパート職とかであるんですけど、やっぱり50歳代になってくると厳しいかなということなんで、まあ、そんなもう、<coughs> ね、50万、60万とかね、言ってないで、いや、月収ね、月収、もう,うずいと、月収100万でも <coughs>、500万でもね、1億でも、言ってやろうじゃねえかと。 上,上には切りがないですからね、これね。まあ、それが FX の魅力ですね。はい。あの、月収1億とかね、あの、稼ぐためには、月収1億稼ぐためには、やっぱり自分で会社開いて、まあ、個人事業主でもいいんだけど、あの人や、人を採用してね、人を採用して、えー、まあ、営業させたりね、採用して、 営業させたり、なんかいろいろやんなくちゃいけないでしょ。あのインターネットでモナウールにも発送させたりね <coughs>。まあ、アマゾンに発送させてもいいんだけどね。ね、あの、月収1億円稼ぐのに、やっぱり一人では無,無理だよね。人を雇ったり。そうすると経費がかかるんですよね。あと、事務所構えたらね、経費かかるんで、人も雇ってね。そうすると、いろんなまたリスクが出てくるわけですよね。 その点、f x っていうのは、スマホ1台で、スマホ1台、まあ、パソコンあるといいんですけど、もっとね、スマホ1台で、1億円でも10億円でも毎月稼げますから <coughs>、1ヶ月1万円稼ぐのも、1ヶ月10億円稼ぐのも、やること一緒ですから、やることは一緒。はい。 リスクも一緒ですよね。期待値リスクは一緒なんですよね。だからね、FX っていうのは本当に魅力があります。<coughs> で、あとは4番目ですね。家から出る必要もないんですよ。家から出る必要もなければ布団、布団から出る必要もないんですよね。だから病気の人も OK ですね。私はなんで FX 始めたかというと、ずいぶんね、あの1年、 1>, 1年、どのぐらいだったかな ?8 ヶ月ぐらいですね。うつぶねかかってたんですよね。で、家も出れなければ、まあ仕事もしてないんですよ。で、家も出れなければ、布団からも出れなくて、不思議に出れたのがですね、トイレとお風呂と食事するときだけは出れたんですよ、布団から。でもそ、それ、それの、その3つ以外は出れなくて、まあ非常に苦しかったですね。あとはまあ、歩けない方とかね。 目見えないのきついですけど、まあ腰、足腰悪い方、あとは、あの、子供を、えー、っと、養育しなくちゃいけなくてね、なかなか、その、家から、子供がいるからね、家から出れない方、あと、親の看病とか、親の介護があってね、家から出れない方い、いろいろいらっしゃいますよね、家から出れない方って、たくさんいますよね、そんなね。そういう方でも、FX っていうのは、あの、 ななんら関係ないですからねもちろんご、<laughs> 世界旅行をしながら億万長者も目指せますと、まあ、スマホ1であればいいんでね、どこに行ってもいいですよあの。アメリカ行ってもいいし、スイス行ってもいいし、カナダでスキーやっててもいいしね、ハワイでぬくぬくしててもいいし、それが FX ですからね。まあ、できればパソコンの方がいいですね。パソコンの方がいいですなぜかというと、あの自動売買ツールはパソコンでしか動かないんでね。 スマホではまあ動かせないことないですけどね。まあ、ちょっとあの今年はスマホ版のアプリを作らない予定ですからね。自動売買ツールはね。はい。ということであの今年はですね、の FX の XM の、まあ、XM というか MT4 のですね、FX の自動売買ツールを三菱電機品質で作ってですね、えー またですね、中野研究会で皆さん設けていこうと思っています。ですので、えー、まだね、中野研究会入っていない、いらっしゃらない方におきましても、まあ、一緒にですね、豊かな生活を一刻も早く一緒に送りましょうということで、ここに電話番号書いておきました。私のね、携帯電話の番号ですので、 えーまあ、入る入らないにかかわらずですね、今生活苦しいとかいろんな相談したい方は一度で、ね、私まで、ね、電話してみてください。まあ、私はね、千葉県松戸市に住んでるんですけども、まあ、以前はね、住所も掲載してたんですけどね、あのー、松戸警察の指導によって、まあ、住所はあの削除するようにってに言われてですね、今は載せていません。まあ、電話でね、いろいろ深く <laughs>。 お話し,していいければと思いますそれではね、今年も頑張っていきましょう。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございました。失礼いたします。